そこそこ掘ってるんですよね、この辺。掘ってるところの近くの山は結構イノシシ多いんで、まあ、今日はこっちの山をやっていこうと思います。はい、今日のメンバーは、リクとアルですね。ランとかベルも使ってあげたいんだけどね、たまにはアルが、のびのびとリクと一緒に遊ぶ姿を見たいんで、もう出せって言ってますけどね。まあ、たまにはこの二人でのんびりやっていきたいと思います。12月よりこの11月末とかのね、この紅葉を楽しめる時期に犬と山歩くのすごいいいですよね。まあ、イノシシなくても散歩したと思えば、いやー綺麗やねこれ。夜中一眼持ってきて、月明かりだけで撮ったらすごい綺麗に撮れるでしょうね。めんどくさいからやらんけど。ちなみに今日は単独寮でございます。明日みんなで遊ぼうかと思ったけど、明日天気悪そうなんで、今日ちょっと散歩がてら、散歩がてらというかあるの運動がてらやね。おお、止まったか。まらんな。犬まくってそのまま逃げたパターンやな。出かけりゃどっかで止まると思うけどね。あー、リクはやめたかね。あんたやられたんじゃ、前ね。よし、大丈夫か。あー、ちらっと見えた、白かったから多分メスっすね、あれは。アルが今一人で追いかけてるけど、大きなおった。まあ、あの吠え方は大きかったよね。よし、とりあえず車に戻って車で追いましょうか。あ
なんかでパックリ切っちゃったね。イノシシじゃないと思うけど。よし。待ってよ。よし。よしさ。ああ。よし。ちょっとあるのを急所しようか。どこ切った？こっち切った？あ、こっちパックリ切ってますね。とりあえず水道水で消毒して、よいしょよいしょ。痛い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 、よし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 、痛い、分かった分かった分かった、ほらほらほら、大げさなんか、ちょっと晒し巻いて、よし、よし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 、はい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 、おしまい。まあ、またちょっと経過見て、こう背伏せてあげてって感じですね。じゃあちょっとリクだけでやっていきましょうかね。ナイルスマンの中に、ヤブの中に入れたか、よいしょ、あのヤブの中に寝ていると思われる。というか、まあ、取った実績があるんでね、今日行ってみたいと思いますが。いやー、いるかなー、いなかったら終わりにしましょうか。まあ、ここにも小さいのと大きいのが入ってますね。70キロぐらいと、70キロぐらいと20キロぐらいの子供や、もうメスやな、これ。まあ、あんまり新しくないね、この感じだと。ただもうここが通り道やね。言うて結構でかいんちゃうかな。ここも泥つけてるけど、こっから下か、これわからんな、陸頼みやな。いやー、もう30分ぐらい歩いてるけど、全くいる気配がないですね。リーク、
いそうやけどな。リーコおらんかね、こんなか。おらんかと帰ろう。もう日も傾いてきたんで、今日は早めに終わりましょう。何時も4時か、はあ、もう秋は日が暮れるのが早いから、山は特に暗くなるのが早いんで、早めに終わった方ですね。はい、それじゃまた次の動画で。まさかの山から帰ってきたらユキが一匹出産してるっていうね。はい、頑張ったね。よしよしよし。あ、一匹しか生まれることないよな。よしよしよし。あ、なんかまだ出てきそうなんで、ちょっと放置しておきましょう。